やる気、元気、たまき、霊感太郎とのたまきのズバッとジジネタトークです。こんにちは。久しぶりの顔出し撮影です。<laughs> はい。えー、今日のテーマは、あのー、ね、数ヶ月に一回やっている、新型コロナウイルスの、あのー、こう、何ヶ月間にわたる、あのー、予想みたいな、それを占いたいと思います。前回占ったのが、9月、ん違う、<laughs> 9月じゃない。7月、6月とか7月だったので、 あの、久しぶりですね。3、4ヶ月ぶりに占います。はい。10月から1月の4ヶ月分をザッと一気に占おうと思います。え、ところで、昨日10月1日、今日2日なんだけど、昨日からインフルエンザワクチンがね、始まりまして、なんか保育園からこういうコピーがね、あの、こ厚生労働省からの、なんか、 インフルエンザワクチン接種時期ご協力のお願いみたいなので、10月1日からは65歳以上の人が打って、上気外の人は10月26日までお待ちくださいって書いてあって、で、10月26日からが、なやっとここでね、子供は出てくるので、普通の大人は出てこないのね。あんまあ、書いてあるか、ら、気以外の方も接種できますって書いてあって、え、こんなに待たなきゃいけないのと思って、小児科、いつもかかりつけの小児科に電話したら、いや、10月1日から普通にやります。 で、え、大人も一緒に家族もいいですかって言ったらあ、全然いいですよって言われて、行って4人まとめて打ってきたんですよ。そしたら、すごかったね。2時間くらい待った。1時間半くらい待って会計まで2時間くらいかかった。すごいいつも空いてる小児科なんだけど、140人くらい。 あの、夕方までに、あの、診察券の番号、診察券じゃない、あの、ね、あるでしょあの、ま、マッツ番号が140番台くらいで、すごい人が初日からこんなに打ってると思って、打ちたい人は早めの方がいいですよ。この厚労省のこの、10月26日まで待てっていうのを知らないけど、どうなんだろう聞かないですよね。テレビとか言ってる新聞とか。な、初めて聞いたわと思って、でも病院がいいって言ったから言ったけど、あ、 ま、まだなんか貼ってあった <laughs>。お風呂の時外れなかったんだ。絆創膏みたいなの。はい。ということで行きます。10月から行きます。10月の新型コロナ、どうなるでしょうか。はい。前回占った時、七、八、九、十ってなんかずっとぼんやり悪いみたいな感じだったんだよね。うん、はい。ズバッと出ました。 えー、そうだな10月入ると、女強行じゃない。女帝、豊かさとか。これを見る限り、10月、10月最初は良さそう。で、10月中旬あたりになると、恋人の逆。恋人の逆。人間関係が悪い。まあでも、ちょっとね、ネガティブな意味なので、だんだんちょっと悪くなるのかな っていう感じはします。そうだな。我々にとっての環境は星なので、うん、我々日本人のね、環境、なんかこういうコロナウイルス流行るか流行、流行らないかみたいな環境としてはそんなに悪くないです。なんか希望とか期待とか、そういう感じで。 可能性も節制なのでみんな上手にコントロールしてうまく乗り切れるかなみたいな可能性があるけど最終結論が太陽なんですね。なのであんまり良くないラストが。あんまりっていうか非常に良くない10月のラスト。で、注意点とか対策がフールなんですね。これは注意点かなフール。無知無計画。だんだんこう、ちょっと気が緩んで対策しない人が出てくるとか。 手洗い、うがいとか、なんか、その辺を徹底しなくなるとか、忘れちゃう人が出てくるとかね。なんか、無知、無計画、そういうことに注意してねっていうのが出てます。今回は、上、上旬、下旬、あ、上、上旬、中旬、下旬で書こう。で、上旬は、えー、上底、中旬は三角恋人の逆。で、ラストが太陽の逆。はい、どんどん行きます。 あと対策ね対策がフールはいでは11月いきます11月はいズバッと出ましたは なんか11月、なんか持ち直すんだけれど、なぜかしら。11月入ると、力のカードなんですね。力のカード。なんか目標に向かって何か達成できるっていう力強いカード。自分たちの力で。いやー、なんか11月入ると、意識も気持ちもなんか良さそうだし。で、11月の中旬くらいがマジシャンの逆なので、真ん中だけあんまり良くないんだな。うん。 なんか感が冴えない、アイディアが冴えない。でも、まあまあまあちょっと悪いくらいの感じ。そんなにすごい悪い感じじゃなくて、で、環境がだんだん悪くなってくる。環境が戦車の逆なので、これ暴走するかなんか止まってしまうっていう感じなので、うーん で、可能性がフール。さっき出たね、フールにならないようにね、みたいな。可能性。あ、でもこれはま、なんかポジティブな意味はするけれど。これな、なんだろう。新しい挑戦みたいな、新しいチャレンジみたいな。なんか、今までなかった薬な、ワクチンはまだできないか。なんか、何か新しい対策法みたいなのが登場しそうな感じもして、で、最終結論が死神の逆なんですね。死からの再生。これとってもいいカードなんですよ。 正しい注意点に悪魔が出たので、油断はしてはいけない。油断すると、あの、蔓延するからね、すごい流行るからみたいな、そういう注意点は出ておりますが、上順は力でいいでしょう中順は三角、マジシャンの逆で、下順、すごいんだわ。死神の逆。注意点が悪魔。G、G 読めます。 ごめんね、聞かなくて。<laughs> 一文字しか書いてないし。はい。そして、12月、12月行きます。はい。ズバッと出ました。えぇ、ー、<laughs> なんだこれ。ここなんか最後、死神の逆ですごい良かったでしょ ?12 月入った瞬間にタワーが出たの。崩壊。 アクシデント、ハプニング、何が起きるんだろう。何か12月頭に <laughs> ありそうです。でもね、なんか気持ちは恋人と太陽だから、意識としてはそんなに悪くないんですよね。アクシデントが起きているのに。で、12月中旬は釣り人なので、じっと我慢の時です。耐える時。忍耐我慢。まあまあまあ、でも、そうね。そんなに悪くはない。で、 よくフールが出るね。環境のところに今度はフールが出た。この辺11月12月あたりに何か新しい画期的な今までなかった何かが登場するのかもしれないです。本当にワクチンなのか薬なのか、うん。で、可能性に悪魔があるので、まだまだね、あの、パンデミックというかすごい流行しちゃう可能性は大いに秘めてるんだけど、最終結論が肯定なんですね。 これは王様が、皇帝が何かガツンとしますね、政治的に。うん。なので、うん、そう、大丈夫そうかな、みたいな気がします。で、対策とか注意点も星なので、希望を持ってていいよっていう、すごい楽観的な希望、明るさに満ち溢れてる感じなんですね。なんか最初はタワーでしょだけど、中旬は釣り人で、 ラストが皇帝。な、何するんだろう菅さんだ、誰か何かすんのかなね前は9月に何か動きがあるよって言って、総理大臣交代になったけれど、12月も何かありそうよね。政治的な何か動きみたいな。で、えー、ここが星。なんだろうなんかさ、あの、兄弟の教授だっけもう、 コロナは終わったみたいな論文出した人いましたよね、最近。この冬はもう流行らないみたいな論文出して、なんか一回ツイッターで話題になってたけど。なんかね、そのくらい結構、え、こんなに、こんなに楽観視していいのみたいな感じに、良い感じでびっくりしている。じゃあラスト1月。はい。 ズバッと出ました。ああ、1月になると、この中で一番悪そうだけど、でもなんか最終的にやっぱりどうにかなりそうみたいな感じなんですよね。1月入ると、えー、世界の逆、未完成とか中途半端っていうのを背景にしてタワーの逆なので、ここと似てますよね。なんで、あの、月の初めに何か起こるんだろう。なんか、またアクシデントが起こるとか、必要とされる崩壊みたいな感じなんですね。意識が、 恋人の逆とか正義なので、なんかね、こう、両方ともバランスとか対になってる感じでしょ何かと何かのバランスを取るために必死になって何かが崩壊してる感じ。経済とウイルスのことかな。感染とウイルスのバランスを取るために1月はすごい大変とかね、なんか年明けたら倒産するところがめっちゃ増えてみたいな感じなのか。うん。あこのタワーはもしかしたらウイルス じゃなくて、会社がめっちゃ倒産するとか、なんかそういうことなのかもしれないと、ふと思ってしまった、この正義と恋人から。で、1月中旬は皇帝の逆。さっき皇帝の位置だったけど、今度逆なんですね。皇帝の判断が誤ってしまう、もしくは皇帝が不在とか、ちょっとね、リーダーシップがうまく発揮できて、発揮できなくて、うん、混乱するかもしれない。 で、で、人々の国民の立場が悪魔がなのが気になるけれど、環境としては力でやっぱりいいんだな。環境がすごくいいね。で、可能性に釣り人なので、やっぱり長期的な我慢忍耐なのはまだまだ必要に必要です。まだ気は抜けない状態で、みんな我慢とかしてるけど、最終結論が、女帝。女帝さっき皇帝だったよね。女帝女性が出てきたな。豊かさ、優しさ、思いやり。 抽象的な意味だとそんな感じだけど、具体的な、なんか女性的な誰かキーパーソンが何かするとか、そういう感じかな。でも、あの、とても、あの、ポジティブな意味です。で、対策とか注意点は節制なので、これお金の流れ、気持ちの流れとか、ね、自分をコントロールするとかいうあの意味なので、個人、個人、 ね、自分をコントロールするように、一人、一人が気をつけてねっていうことか、ね、ちょっとこのタワーの逆が気になる。お金のことをちょっと心配しといてねっていうことなのか、えーと、頭が悪いです。あ頭があ、違う。1月の頭がね、はい。1月頭がタワーの逆で、で、中盤も皇帝の逆。うん。 なんだろうこ,この辺さ、ウイルスがガーンって流行るっていうよりは、なんか、経済的、政治的なことをみたいな。経済、政治的な、なんか、判断、判断ミスとか。なんか、そんな気もしないでもない。で、ラストが女帝でいいんだ。で、節制。うん。なるほど。はい。ということで、10、11月はもう、こう、 今までの感じの流れ、ね、似たような感じでいきそうで、12月の頭のタワーがガンっていうのはちょっと気になる。な、何があるのかなみたいな。1月のこの上旬の経済的に政治的な何,何かあるのかなっていう、悪いことがあるのかなっていうのが気になるのと、あとこの、この辺でね、フールがいっぱい出てたけど、新しい、今までにない新しい斬新な治療なのか、予防なのか、何か出てくるんじゃないかっていう、 感じがします。はい。では、ちょっとお急ぎ足でしたけれども、10月から1月の新型コロナウイルスの、えー、占いをしてみました。まあ、あくまで占いなので、皆さんね、よく手洗って、今まで通り予防していきましょう。はい。では、じゃんけんいきまーす。たまーきじゃんけん、じゃんけん、ぽい。パーなので、チョキの人の勝ちです。じゃあね、バイバーイ。お元気で、体気をつけて。